皆さん、明けましておめでとうございます。今年も一年よろしくお願いします。ということで、はい、明けましておめでとうございます。明けました。皆さんお元気ですか？どうしました？いやいや、明けましたな。明けましたね。明けましたな。いい景色ですね。新年早々 ね。はい。もうこんな職場ええな。ええな。いい職場やね。はい、ということでね、はい、まあ、2024年、まあ、皆さん始まりました。はい、いかがお過ごしでしょうか。今ね、多分あのおせち料理を皆さん食べながら、ね、あのゆっくりこたつで酒でも飲んで、はい、いやいいですね、る頃かなと思いますけど、はい、はい、ということでですね、まあ、マイゴルフも2024年初の動画ということで、はい、まあ、皆さんにちょっとね、挨拶がてら、まあ、この動画をお届けしたいなと思っております。はい、はい、ということでね、まあ、まず2023年、皆さんご愛顧ありがとうございました。ありがとうございました。本当にね、まあ、皆さんのおかげでこう続けてこれたというか、はい、まあ、皆さんの応援あって、まあ、マイゴルフ成り立ってると思いますので、はい、本当にね、皆さんに感謝申し上げたいと思います。はい、そして、まあ、引き続きね、マイゴルフ、2024年も頑張っていこうと思ってますんで、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。さあ、ということでですね、まあ、今回は、まあ、お正月動画ということで、はい、あのもちろんね、ラウンド動画の続き、うん、まあ、皆さんあの今夜ね、8時に上がりますんで、はい、まあ、そちらの方もぜひ見てほしいんですけど、まあ、そちらの方とは別で、この、ね、年始動画、明けおめ動画をね、はい、まあ、皆さんお届けするということで、今回は僕とボンちゃんの、はい、まあ、1年、この2023年、はい、まあ、振り返って、まあ、どうやったかと、はい、あ、まあ、2023年の、まあ、感想。感想ね。まあ、皆さんもね、コメントでぜひ感想を残してほしいんですけど。はいはい。まあ、2023年の感想と、まあ、2024年の、はい、まあ、抱負。抱負。まあ、今年どういう一年にしたいというか、あ、はい、まあ、目標というか、はい、まあ、何でもいいです。はい。まあ、その辺のことを適当にベラベラっとね、うん、まあ、皆さんに。はい、あの、まあ、年始なんで、そうですね、もう皆さん寄ってると思うんで、僕らがしっかり喋ろうが、はい、適当に喋ろうが、まあ、あんまり関係ないかなと。思います。はい、なんですけど、まあ、皆さんね、流し見してるくれてる感じだと思うので、はい、まあ、そんな皆さんにね、まあ、ちょっと僕らなりの、はい、まあ、僕らの個人的なあれでもいいです、全然、うんうんうん、何でもいいんで、まあ、ぜひちょっとよかったら、はい、僕からいきましょうか。そうですね、2023年、はい、まず2023年を振り返りましょう。はい、2023年いきなりね、1月、まあ、1月、まあ、撮影日は1月やったんですけど、まあ、マイゴルフとしては1月から、すしまん様のね、ご協力のもと、はい、マイゴルフサバイバーが ありましたね、始まりまして、ここからちょっと今年はマイゴルフちょっとダダダッとこう結構なんか飛躍という言いますか、はいはい、結構こうなんていうかな、このスケールの大きい、まあ、試合形式の、まあ、そうですね、まあ、撮影がこう、はい、まあ、始まって、うん、あのすごいね、ちょっと僕としてもこうあわあわしながら、はいはい、こう大丈夫かな大丈夫かなっていう、こう、まあ、なんとか頑張ろう頑張ろうっていう、こういう年やったと思うんですけど、うん、はい、まあ、それがあったんで、まあ、すごい、そのなんていうんかな、こう、まあ、皆さんに、まあ、なんかちゃんとした動画をお届けできてるかなっていう不安とか、はい、まあ、スポンサーさんにも、こう、ちゃんとこういう映り方で大丈夫かなっていうのを、うん、こういういろんな不安があったんですけど、はい、まあ、なんとか、そうですね、なんとか、こう、今年1年乗り越えれたかなという感じなんで、うん、まあ、もちろんね、ここ、こうしたらよかったとか、そういうあれもいっぱいあるんですけど、はい、まあまあそれも仕方なかったかなと思うんですけど、まあいろんなね、良かった点もいっぱいあるし、うん、まあそこはね、正直まだ落ち着いてないんですよ、はい、僕自身も落ち着いて、まあ振り返れてないというか、まあ、あのちょっとね、ゆっくり、まあ年末年始ね、ゆっくり、うん、あの振り返ろうかなとは思ってるとこなんですけど、マイゴルフの刺身としてはこう結構、まあバタバタしながらも、はいはい、なんとか目の前の撮影にまあ尽力して、うん、まあ、頑張って出たんですけどね、はいはい、まあそんなこんなでちょっと、まあちょっとなんや、よくわからないことになりましたけど、うん、まあ、でもまあプロゴルファーとしての生活は、はい、まあすごい、そっちの方もまあ一応僕頑張ってたんですけど、うん、第2回のサバイバーかな、で雅也君とね、ちょっと決勝、あれ2回か、あれ2回ですよ、最近のことに感じるないや、僕だいぶ前に感じます。あ、ま、逆に、いや、もうめっちゃ最近に感じるわ。それこそすしまんさんの、はい、の試合もすごい最近に感じる。ああ、僕 もう1年前か。いや、僕逆に2、3年前に感じます。あ、ほんま、なんかわかんないですけど。そっか、
はい、読んでその第2回の時にちょっと、うん、まあ、パターイップス持ってたやつが、はいはい、ちょっとこうひどくなってしまいまして、はいはい、なんかそっから結構その引きずってしまったというか、うん、こうなかなかこううまいこと打てなくて、もう1年もう苦しんでましたね。なんかプロゴルファーとしてはそんな年でした。ちょっと辛いな。でもそこがあのプロとしてはちょっと辛かったところですね、今年。まあ、それをこう直そうと頑張ってたんですけど、なかなかうまくいかず、いやいや、まあ、それにちょっともがき苦しんでた年になってしまったんで、はいはい、まあ、プロとしてはねあんまりいい結果も残せなくて、うん、でね、あのインスタでも言ったんですけど、最後の最後に、あ、 YouTube のライブでも言ったんですけど、はい、フラミンゴさんの時に、はいはい、あの最後の最後のプロアマのちょっと大きめの試合で、はいはい、あのいいプレーができたなと思ったら、うん、あちょっと幻に消えてしまった、いやいや優勝があったんです。優勝があったんですまあまあまあ、でも、まあ、でも最後は本当にいいプレーできたんで、はいはい、まあ、ちょっと2024年につながる、うん、まあ、プレーは最後できたかなとは思ってたんですけどね、はいはい、そんな1年でした。ちょっと QT もね滑ってしまって、うんうん、まあいい結果が出ずでしたけど、まあ、今年はちょっとね苦しんでしまった年になったかな。まあまあまあ、それはさておいて、とりあえず2023年の振り返りという面で、はいはい、ボンちゃんどうですか。いや、僕はまあマイゴルフで言うと、それこそほんま僕もサバイバーやね、うん、なんかサバイバー、僕あのマイゴルフ試合とか出ないんで、はい、そういう緊張感嫌いなんですそうっすね、緊張逃げたいんです。逃げた結果 YouTube に行って、で別にまあ逃げれたんですよ。緊張は逃げれたんですけど、あのまさかのそこであの前の試合、前出てた試合よりも緊張してしまって心拍数さらに上がる試合形式になっちゃう。えぐいんですよ、あのサバイバーの緊張感って。まあ、そうですね、多分、まあ、見てる方はね意外とあのなんか意外とだんだんとしてるやんみたいな感じやと思うんですけど、まあ、僕らは喋るからね、まあ、そうですね、逆にあれ喋らんかったらあの動画として多分成り立たない、ね、成り立たないぐらい静かな動画になっちゃうんで、はいはいはい、あれなんですけど、まあそれはいいんですけど、まあすごい緊張感を、いやそうなんですよ、味わってしまう羽目になった。なりましたね。ほんまにあれが嫌なんや。まあまあほんまにすごいからね。一打の重みがあの通常の試合のもうね。まあまあそれは多分あの考え方次第なんですけど、いやもちろんそうなんですけど、やっぱその僕もまあイップス持ってたり、まあ他の選手もいろんなこう、まあ悩みね、ゴルフの悩みを持ってるんですけど、方もいらっしゃいます。普段動画で見えないショットしちゃったりするんですね、うん、あのサバイバーになった瞬間に、うんうん、そうですね。であれをまたそこのミスを取り返そうって時にまた多分あの場面に戻らないと、はいはいはい、普段のプライベートでできてもあの極度の緊張感にやっぱ出ちゃうんですよ。まあ、そうっすね。僕もなんかプライベートではなんか撮影とかではパーンとパター打てても、はいはい、サバイバーなってしまう、打てないんです。でしかもサバイバーの時のミスが取り返しほぼつかないからあの それがあるんですよ多分。そのミスの怖さを知ってしまったら、だから朝一練習せなあかんねんオープニングを僕らずっと撮ってるからまあまあそうですね、1時間ぐらいオープニング撮ってますから、ね、1時間撮ってるからあれやめようもう練習せなあかん。まあそうですね、いやほんまそれぐらいすごい緊張感で、なんかもうそれがすごかったっていう、もう他の撮影がもう全く覚えてない記憶ないぐらいしました。他一応してました。してました一応してましたけど、いやいやでもほんまそれぐらいやっぱサバイバーが始まったっていうことで、なんかちょっとゴルフに対する考え方もなんか、あ、そうですね、変わってしまったというか、うん、まあやっぱ盛り上げるために僕も必死ならなあかんし、うんうん、そうですねっていうのがやっぱ一番前、今年、あ、去年の前ゴルフではでかかったね。サバイバーが始まったっていうのは。まあでもね、皆さんも楽しんでいただいたし楽しんでいただきましたけど、まあ、まあ見てくれる方はね、よかったらまあこういう、まあ、ところも理解していただけたらなと。まあまあね、すごい、まあ、ちょっと思います。あれなんで、まあ、それがやっぱ一番こう去年のマイゴルフで、うん、そうやね、それがすごいだいぶあれでちょっと変わりましたね。変わりましたね。まあでもね、普段のラウンド動画も本当にいろんなプロに支えていただいて、はいはい、いやもちろんあの本当に皆さんにも、まあ、スポンサーさんにもいっぱい支えていただいてね、はい、あの面白い企画いっぱい撮れたりしました、はい、まあ、なんで本当にね、まあ、楽しい1年やったなと、
まあ、マイゴルフだけで言えば楽しい1年かなと思います、はい、であのモン選手はね、うん、まあ、その緊張感の中、うん、まあ、史上最短ホール数で、はい、まあ、優勝という。そうですね、まあ、これはもう素晴らしかったねもうあの、まあ、皆さんももう拍手してくれてると思いますあれ良かったね。あれはもう素晴らしかったね。あれでちょっとエノのゴルフ人生変えてしまったから、ね、はい、あのあれのせいでエノが長尺とか、まあ、中尺とかをこう行き来して、まあ、いやほんまでもほんまそんなになってまうんすよね。あ、まあまあでもそうなっちゃいますね、まあ、でもやっぱそれがやっぱみんな一生懸命というか本気でやっぱゴルフに取り組んでるからこそ、うんうん、なんかここぞという時にやっぱ最高の結果が出る、うん、まあ、クラブ選びとか、うんうん、なんか練習とかそういうのをやっぱ模索していくんやろうな。そうですね、ほんまにプライベートではねなかなか体験できないような、はい、こうプレッシャー。まあ確かにね、うん、あの普通の多分プロはあんまり経験できないプレッシャーやと思うんで、うん、まあそういう部分で言ったらまあいい、まあ、強くなりますよね。まあ強くなりますね。そうですね、はい、まあ、僕らはプロゴルファーがメインで出てくれるチャンネルなんで、うん、まあ、それはいいんじゃないですかね。はい、はい、いやなるほど。いやでも本当に、まあ、ウォンちゃんの優勝はね本当僕も複雑でした正直あのなんかやっぱり僕はこうまあ一応ね一応まあこんな感じですけど、はい、ウォンちゃんには負けたくないじゃないですかやっぱり。誰もが、ね、一応誰もがないよまあそうやな、誰も負けたくない、誰も負けたくない、こいつには僕も正直勝てる思ってないからね。まあ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 そうやね、うん、であれなんかプレーオフ入って、はい、エノが短いの外し出したんですよね、はい、やっぱ決めきれなかったから、はいはい、逆にも勝たなあかんなと思ってあそこプレーオフ途中ぐらいまではもう絶対俺は勝てないと、はい、ほんまそんなぐらい思ってましたから絶対無理やと思ってたけど、まあ、まあおこがましいとおこがましいしあんままあいい勝負が最高やなと思ってたんですけど、はいはいはい、もうでも逆にもう決めないと終わらない俺が決めないともう終わらない俺も嫌やし、あのプレッシャー残り8人ずっと待っとくしみたいな火くれるし、そうそう、いやでも素晴らしかったですねあれは。あれはまあ名勝負やったな。まあでも他にもねほんまにまあそれこそねサバイバーってこう、まあ、僕ら2人の力では無理なんですよ、はい、まあ、賞金も用意していただかないと、はい、まあ、プロにはねやっぱ来てくれるからにはやっぱ賞金を、ね、まあ、こうがっつり持って帰ってほしいんで、はい、まあ、そういった部分では本当にスポンサーさんの皆さんに本当にまあ感謝ここで申し上げたいんですけど、はい、まあ、視聴者の皆さんの、まあ、ご協力のもとね、はい、あの成り立ったサバイバーもありました。なんで本当にねそこに関しては本当に皆さんありがとうございました。本当にねそれのおかげで、まあ、サバイバーができて、はい、で実際本当に名勝負がたくさん、はい、まあ、7回やりましたけどね、はい、本当に名勝負が生まれましたし、プロの勝負の面白さっていうのを、うん、まあ、皆さんに届けれたのは本当に良かったかなって、はい、この1年振り返って思いますね。1号はどうやったんですか。1号は、ね、最悪なの。え、そうなのそうなの見てもらったら分かるように、まあ、ここ見えてるこれボンファームなんですはい、ボンファームボンファーム最高です。ボンファームなんですけど、あのクレーンあるところがあれまであれは違うんですけど、あの手前の4つもうちなんです。えあれもうち、あれ、え、あれ、あ、そう、一番手前ちょっと、あ、はい、そうで、ここに映ってないところにもねちょっとハウスがねすごいっすね。7とか8とかあるんです。はいはい、広げすぎてあれ、さばけない、もしかしてさばけない、さばけない多すぎました作りすぎた人で足らんもう全てがやっぱね、はいはい、大変になっちゃって、はいはい、まあ、僕があんまりこう、うん、最先端の農業があんまり自分に向いてないなっていうか今は思ってるんです。なんか昔ながらのやり方でなんか美味しいものを作りたいなっていうやり方なんで、うん、いやどうしても人が時間もかかるし大変なんで、それでちょっとねこううまく稼働できてないなっていう。2024年はバチッといこうかな。おお、でもあれやんね、2023年にまもうめちゃくちゃ増やしたやんな。2023年に増やしたんですけど完璧に増やしきれなくて、あ、だから2024年それがちょっと1年遅れて、うん、2024年からもうがっつりスタートしよう。あの
よかったらあの視聴者の方もちょっと働きたい人いるんじゃないですか、はい、いや視聴者の方ね年末も来てくれたんですよ、はい、名古屋から。えありがとうございます、ありがとうございます。手土産持ってマジひっつき虫だらけの 僕に会いにそれみたいな、うーんって草刈りキャーってしてて向こうでブーンってここには止まらんような車が止まったんだな、はいはいはい、マイゴルフの人かなと思って行ってひっつき虫だらけで写真撮りましたこんなひっつき虫だらけで写真撮ってええんかなまあボンちゃんか子供ぐらいしかそのひっつき虫だらけにならんすねまた草刈りのタイミングで来てくれたんですねまあでもね本当、まあ、マイゴルフももちろんそうですけどやっぱ私生活のね、うん、そうですね、まあ、2024年はしっかりしたいな、ね、なるほどなるほどね。でもどうですか2024年はマイゴルフどうしますか。いやーなんか2024年、まあもちろんねこう引き続き、まあ、皆さんにこう熱い戦いを、うん、まあ、繰り広げたりとか、はいはい、まあ、それこそね日頃のその、まあ、プロとのラウンド動画とか、うんうん、まあ、2人だけのラウンド動画とか、はい、まあ、引き続きねやりながら、まあ、皆さんにいろんなこう、まあ、ラウンド動画をね楽しんでいただきたいなと思ってるんですけど、はい、まあ、2024年、まあ、マイグルフとしてはできれば20万人そうですね、いっときたいなと、うん、登録者ね、まあ、皆さんぜひ協力してください、お願いします20万人行きたいなと、はいはい、まあ、あの身近なねお友達さんとかに、ね、広げていただけると嬉しいかなと思うんですけど、そうですね、はい、まあ、20万人行きたいなという思いもありますが、うん、まあ、引き続き今までのコンテンツプラス、うん、ちょっと、うん、まあ、いろんな方と、うん、まあ、やりたいなと、うんうん、こう出てもらえる、まあ、ゲストの方々の、うん、まあ、幅をちょっとこう広げていきたいなと、はいはい、はちょっと思ってます、はい、それこそねプロだけじゃなくて、うん、アマチュアさんとか、うんうん、いろんなジャンルの方々をちょっとね、うん、できれば、まあ、できればですよ、ちょっとこう、まあ、僕らも最善を尽くすんですけど、そう、ね、できればそういうところもねこう、まあ、来ていただいて、うん、まあ、楽しくやりつつ、まあ、それこそねプロのバチバチの勝負も楽しめるし、うん、アマチュアさんとこう一緒に回りながらこうゴルフの楽しさをこう発信できる、うん、まあ、そういうチャンネルにね、まあ、これからもしていきたいかなと、はい、まあ、僕は思っております、うん、でね、ちょっとねこうちょっと前から僕結構なんか人が変わったように、はい、まあ、皆さんにこう、うん、なんていうんかな、こう明日の糧になるような、うんうん、まあ、動画をお届けしたいって言ってるんですけど、はい、まあ、それに関してねこういろんな意見があります、うん、皆さんいっぱいコメントが僕全部読んでるんですよ。なんかねやれ僕が宗教にハマったとか、はいはい、なんかそういうちょっと勘違いされてる方がちょっといらっしゃいまして、はい、なんていう宗教でした。違う宗教じゃないんです宗教じゃないんですないんです。いやなんかね、いやそれはまあそれに関してもちょっと言っときたくて、はいはい、なんかね僕がまあこうまあなんかちょっと時間のある時にちょっとゆっくり考えてたんですよ、うん、こうマイゴルフ、まあ、これからこうどう発信していこうかなと、うんうん、でなんかやっぱり僕としてはやっぱ発信者である以上、うん、やっぱりこうまあ少しでも皆さんにね、うん、いい影響を与えたいというか、うん、僕らの動画見て、うん、こうちょっとでもこうなんか気分が、まあ、例えばですけど一日疲れた子、うんうん、まあ、疲れて、まあ、例えば嫌なことがあったりとしても、うん、まあ、マイゴルフを見て、まあ、元気になってほしいと思ってるんです、うんうん、で、まあ、それこそねスケールがちょっとでかすぎるかもしれないですけど、うん、こうちょっとね、まあ、世界戦争があったりとか、うんうん、まあ、まあ、日本もね不況でちょっとね、まあ、皆さん苦しんでたりするじゃないですか、うんうん、でもやっぱりこう一人一人がこうちょっとずつポジティブになってこう明るくなっていったらやっぱり世界って明るくなると思うんですよ、はいはい、まあ、それをちょっとこう思ってまして、うんうん、なんでまあ一人一人がねこう明るくなってったらこうやっぱ視聴者の皆さんも楽しくどんどん楽しくなってくるし、やっぱりどんどん世界が明るくなってくるなって思ってたんですよ、はいはい、宗教じゃないです、はいはい、宗教じゃないです思ってたから、まあ、ちょっとでもねこう、まあ、僕は皆さんにこう、まあ、もっとこう、まあ、皆さんとこう近く、はいはい、まあ、皆さんにこう話しかけてる感じでこう、まあ、動画もお届けしたいなというのもあって、うんうんうん、まあ、そういうスタイルにこうちょっとやっていきたいなと思ってたところなんで、はいはい、まあ、そういう結果なんで、まあ、ちょっとでもね、まあ、2024年も、うん、まあ、引き続きこういうスタイルでやっていくんですけど、はい、まあ、皆さんにできるだけねこう楽しんでいただいて、ね、
まあまあ、僕らもベストな、のプレーを目指して頑張るし、まあ、しゃべりもね、はい、より皆さんに楽しんでいただけるように、そうです、まあ、僕らも楽しみながら、はい、まあ、ゴルフを通じて、まあ、元気を届けれるようになりたいなと思っております。なんで、引き続きよろしくお願いしますという感じでございます、はい、僕はね、どうですかボンちゃん、24年のまあでも24年ちょっとゴルファーとしても言っていいですか、はいはい、ゴルファーとしての目標があって、うんうん、そうやね、そっち大事やが一番、はい、これ言っときたくて皆さん、はいはい、まあ、とりあえず今年、まあ、イップスを直したいんですよ、うんうん、パターイップス、うん、まあ、これ直るかわかんないけど、分かんない、もうとりあえずもうこれはもう僕の壁なんで、今すごいそれが、まあ、邪魔をして、こうゴルフが思うようにできてない部分はすごいあるんで、うん、まあ、乗り越えれるように頑張りたいのが、うん、まあ、今年の目標、はい、まあ、それをとりあえず乗り越える、でもう一つは、まあ、具体的な目標ですね、はい、まあ、QT、うん、またファイナル行きたいと思います、うん、もうこの2つですね、パターイップス乗り越えて、うん、QT でしっかりファイナルに残って、うん、来年のねツアー出場権いい、ね、ゲットしたいなと、もうこれはもう具体的な、それゲットしたらマイゴルフの動画もまたテイストもね、いろんな角度で、まあ、そうですね、面白いかもしれない、また皆さんにいろんなスタイルで届けれるかなと思うんで、うん、ね、もちろんボンちゃんはもう帯同キャディとしてもういちご農家やめていただいて、ここにねiPhone つけてえ、これのがああそうっすね、それ臨場感をね、まあ、それは忙しいから無理かもしれないですけど、まあ、現実的に、ね、他のツアープロテイクバックかけた瞬間みんな見たかったここでそれあかんやんそれあかんやん下手やん、発信者下手やん、ま、有料カメラめっちゃ下手やんいやでも面白いよね、いやまあ そこまで行きたいですね、いやいや、きっと、まあ、僕の今の壁なんで、まあでももう今この時点で僕はちょっと前進して歩みを始めてるんで、今、はいはい、こっそり陰でちょっとね、まあそれはまたねおいおいマイゴルフの動画を見ていただいたら分かるシステムにしとくんででも僕もね、はい、ちょっと今歩み始めてるんです、お、そうなんですか、年末最後ぐらいに撮った動画で、はい、ちょっと歩んでましたね、歩んでたでしょ、歩んでましたね、あれの後から僕ほぼ毎日今パター練習とアプローチ練習してるんです、おっと家で、この前奥さんに教えてもらってましたよね、そうね、クソ下手のねベストスコア107の人に教えてもらってクソ下手に教えてもらってましたでもやってるんや、やってる、こうスポンジボールを買って、うん、家の中でもこう遊べるようにスポンジボールを買ってこうアプローチしてるんですけど、まあ、ボンやってもこう子供がバーって取ってきてくれるからめっちゃ楽楽っすね、早取れ頼むな、あのワンコと同じ扱いじゃない、ちょっと30球ぐらいあるんで、はい、あやってたらボールで遊び出すから、はい、先祖にでもちゃんと持ってきてって常にここに頼む、パパ怖でも子供ってああいう使い方せなあかんねって初めて初めて知った、いやいや、まあまあまあ、あの子供も楽しいからね楽しんでるから一石二鳥一石二鳥ですね、いやでもほんま僕もなんか、僕もそれこそイップス、うん、やっぱねイップスになるとね、もう正味ですからゴルフしたくなくなるんですよ、わかる、もうゴルフクラブすら触りたくないです、うん、そうなっちゃうんで、うん、なんか僕もやっぱマイゴルフしててこうゴルフする状況にあるんで、やっぱりイップスなくなって、うんうん、こう気持ちよくね、気持ちよく行きたいですよね、はい、なんか練習してない調子悪いとは全然違うんですよ、うんうん、そういうレベルじゃない、そういうレベルじゃないですね、もうクラブ持った時点で自分から拒否反応が起きてあるんだね、それをこうカメラで撮られてるっていうので余計にね、なんか反応してしまうんで、そういうとこあるね、だから、ね、なんか僕もイップス治ったらもうちょっとこうゴルフが楽しくなるとか、うんうん、ね、こうプレイスタイルも変わるやろうし、まあ何か目標にこう進むってことは大事だと思うんで、大事っすね、うん、だから一生懸命やりますわ、僕も素直し、あの修行中なんで今、あの修行も始めてるんで、これがちょっと実るまで皆さんぜひ見届けてほしいなと思います、うん、いや多分今年のねどっかのタイミングでこう刺身ちょっとパター見違えるようになったなって、うんうん、まあ、皆さんにあの思わせれるぐらい
になりたいと思ってますし、ね、まあその結果ですね、結果、うん、そのやっぱりさっき言ったねキューティーファイナル、うん、しっかりいけたらなと思っております、はい、僕はね、まあ、ボンちゃんもまあそういう、そうだね、まあ、あとはやっぱでもなんかだってあの動画の時もう治ってなかった、出てたよ、まあ、出てたんや、あのなんかねその難しいのが一瞬一時打てる時があるんです、はいはいはい、まあそれありますね、パンってちょっと嫌な距離で自分は何も考えてない状況にしていう頭にして打ってもパッて出たらその後ちょっと続いてしまう、あそうですね、ダダダダダってちょっとそれが引きずる感じですね、そうなんですよ、だからねそのちゃんと治らないけど、でも昔にこういう状況を味わえてなかった、うんうん、昔は100発100中で出てたから、うんうん、それもなんかもしかしたら、まあ、まあ今までの自分とはもうガラッと変えてゴルフしないとわかんなって、はいはいはい、もう今までの自分を持って直そうと思ってもなんか僕は無理なんで、ガラッと変えて2024年はもう名前変えちゃいます柴田まぜあこれネタバレになるわネタバレになるわピーしといてもらえよでも2024年は僕はそれあれしたいな、気持ちよくゴルフしたいですね、いやでもいけるんじゃないですか、なんかまあ頑張りましょう、いや頑張ります、頑張りましょう、はい、もう皆さんもねこう何か、まあ、目標とかそうですね、まあ、あると思うんで、はい、2024年ね、まあ、ぜひ、まあ、僕らもカメラのこっちから皆さんの、はい、まあ、夢目標応援しておりますので、何か目標とかありましたら、はい、ぜひ一緒に叶えられたらなと思います、はい、まあ、僕らも目標に向かって頑張ります、はい、で引き続きねマイゴルフ20万人、まあ、はい、今年中行ったら最高っすけどね行きましょう、行きましょう、4月まででしたっけ、はい、じゃないと、はいはい、4月、あ4月引退でしたっけ、そうです僕はイップス引退、あそっちちょうどね行かなかったそっちやった、行かなかったらイップス引退します、あイップスやったんで、はい、マイゴルフ引退じゃなかった、はい、いや、何引退するかって言ってないんで言っときます、4月僕はイップス引退します、行かなかったんで、僕のイップス納得してほしいなと、そうやったら行かへん、行かへん、イップス、僕のイップス納得してほしいなと思ったら、あの一気に20万人行こうあいつのそれ性格悪いな、みんな性格悪いで、視聴者さんそんなことないよ、めちゃくちゃ性格悪いで、そんなことないよ、めちゃくちゃ応援してくれる人いっぱいいるからたまにねまあまあそれはまあ皆さん次第です、はい、いやでも本当にまあ皆さんね、まあ、ぜひちょっとまあご協力賜りたいなと思います、はい、あのぜひね身近な人とかに教えていただいて、うん、まあ、マイゴルフの発展にちょっとでもね協力していただければなと思いますので、まあ、ぜひ、まあ、でも皆さんのおかげで、まあ、去年の2023年ああいう企画がそうですね、こう、まあ、チャンネルが大きくなってこうやっぱ信用ができてきたから、うん、ああいうことが、まあ、スポンサーさんのご協力もあってできたことなんで、はい、本当にね、まあ、引き続き、まあ、応援していただきたいなと思います、はい、お願いします、よろしくお願いします、それではね、はい、まあ、この辺で、まあ、ボンちゃん1号の目標は大丈夫ですか、1号はもう24年はもうガツンと行くだけ、はい、とてつもないあの武将のように、はい、静かに攻めていく、なるほどそう、あんまりねこうガーッと言うと、あこうそうですね、冷静さを失ってしまう、はい、緻密な計算でちょっとやっていきたい、なるほど、まああと最後僕プライベート、はいはい、プライベートもちょっとね、怖っ、何ですか、皆さんにちょっといいご報告ができるように頑張ります、びっくりした、何何よ、びっくりした、そうなん、あの2024年は、はい、多分あの僕も幸せなハッピーイヤーだと思って、まあ、皆さんにもちょっとそれのお裾分けできたらなと思うんで、はい、またその時は皆さんにそうです、ね、ご報告しますんで、はい、頑張ります。僕も頑張らないとね、でもね、そうです、頑張らないと。頑張りましょう、一緒に。ということでね、まあ、この辺で、まあ、皆さんとお別れさせていただきます。皆さんにとっても2024年がいい年でありますように、はい、僕らも願っております。ぜひ、2024年もよろしくお願いします。お願いします。それでは、また次回のランド動画でねお会いしましょう、さよなら、さよなら、高評価とチャンネル登録お願いします。